はようございます。おはようございます。私の方から冒頭発言として、まず1点はですね、本日の閣議において、大隅良典東京工業大学栄誉教授によるノーベル生理学医学賞の受賞について報告をいたしました。今回の受賞は一昨年から3年連続での日本人による受賞であるとともに、自然科学系においては3人目の日本人単独受賞となります。これは我が国の高い研究水準を世界に示し、また国民にとって大きな誇りと励みになるものであり、大隅先生に心からお祝いを申し上げますとともに敬意を表したいと思います。文部科学省としては今後とも若手研究者の育成や基礎研究の進行を図るとともに、大隅先生の研究分野の支援にも引き続き取り組んでまいります。2つ目が、文部科学大臣補佐官についてでありますが、本日の閣議で鈴木博氏を本日付で文部科学大臣補佐官に任命することが決定されました。引き続きご活躍いただきたいと思っております。私からは以上でございます。ありがとうございます。幹事から質問いたします。一夜明けましたが、改めてその受賞されたことに、大隅さん受賞に関する喜びというか、そのあたりお話しいただけますか。今回の大隅先生の受賞は、21世紀以降我が国の自然科学系3分野のノーベル賞受賞者は16人で、あります。米国に次いで世界第2位ということでありますが、これ先ほど申し上げましたけれどもですね、我が国の科学技術のレベルと層の厚さを世界に示したものだと考えておりますし、科学技術こそ我が国の発展の基礎であると定め、長きにわたって国を挙げて基礎研究から応用研究に至るまで人材育成、研究環境の整備、研究費の助成など幅広い科学技術学術政策を強力に推進してきた成果の賜物であると考えております。文部科学省としてはですね、引き続き科学技術基本計画等に基づく支援に取り組んでまいります。ありがとうございます。もう一問質問させていただきます。その大隅先生も若い頃はその研究費を綱渡りでやってきたというお話をされていたり、やはり今の若手研究者にとって研究費の獲得が難しいという現状が、そのより研究費を獲得しやすい分野だとか流行りの分野に進みがちになって、未知の課題に挑戦するということが難しい雰囲気になっているというご指摘もされていますが、このあたり国としてはどういうふうに何か改善していかれようというような方向はあるんでしょうか。科研費をはじめ、さまざま国からの補助、サポートに関してはですね、研究現場の皆さんの声をなるべくお聞きをしながら、その設計を進めるということを今でもやっておりますが、そのことをさらに徹底してまいりたいと考えております。各社どうぞ。今の質問に関係するんですけれども、昨日の大隅さんの会見でもですね、やはりその基盤経費、基礎研究に入ってくるお金がですね、やはり今どんどん縮小していっていて、かなり現状憂いているというふうな話もありました。そこについてはどのように捉えていますか。科学技術基本計画でですね、本年度から5年間で総額26兆円の計画を今要求をしておりますので、この着実な達成に向けてですね、予算確保等も含めて努力をしていきたいということです。はい、どうぞ。今の点に関連して、昨夜電話会談で大臣が文科省としても精一杯で応援していきたいという話をされておられましたけれども、具体的にですね、何かどのような形で応援をするか、あれば教えてください。まずは大隅先生がですね、日本のノーベル生理学医学賞の受賞者として、これから研究分野ももちろんでありますけれども、それに加えてですね、これからさまざまな科学研究に関する研究者の部門を超えて
一般国民、若い人たちに向けてもですね、啓蒙活動をされるんだと思います。そのことに関してしっかりと文部科学省としても応援をさせていただくという点が1点、もう1点は今申し上げましたが、これは日本の科学技術全般に関してですね、科学技術基本計画等をはじめ、しっかりとその研究環境の整備に向けて努力をしていくと、主にはこの2点でございます。結果的には選択と収支を加速することにはなくても、今回の大隅さんのようなですね、いわゆる、100年後にやっと使えるかどうか、でもいわゆる基礎的な科学の解明にはものすごい指数性というものがなかなか出にくい環境になってしまっているという気もします。その点について第2期以降にですね、国の科学技術政策の提出についてどう捉えておられるのか、今後26兆円というものを内閣府も協力してということになるでしょうけれども、どのように配分使っていかれるというお考えなのか、その点を聞かせてください。まず大隅先生の研究対象であるオートファジーがですね、具体化というのがどういうような意味でおっしゃったか分かりませんが、がんであったりその他の疾病に関する治療や創薬に向けて、できるだけ早くその現場への果実となってあられてほしいなという希望を持っているということを冒頭申し上げた上で、今のご質問に関してはですね、これ高等教育全般に関する政府予算の確保の問題と関連してでのことだと思います。もちろん文部科学省の立場としてはですね、高等教育機関に対しての運営交付金も含めて充実をさせていきたいというふうに考えておりますし、研究競争的資金のがどの程度今後伸ばしていくかと、全体の中でですね、その問題の検討は先ほど申し上げた通り、現場の先生方からのヒアリングや今まで出てきたものの成果の検証を踏まえて進めなければいけないと思っておりますが、これはもう皆さんご承知の通り、全体の財政財源との関わりの中で、できる限りご理解をいただいて、しっかりと確保に向けて努力をしたいということが今の見解です。経済の縮小する中で、大規模に増額することは難しいと思うんですが、その選択と集中の在り方といいますか、今、研究力強化の懇談会が行われ、立ち上がったこともありますし、そこには地方国立大学が年間30万でやっているような研究者がいらっしゃるということでしたので、そういった状況を変えるべく、選択と集中の方法を変えるというような考えはありますでしょうか。今手元に数字がございませんので、個別的なことに言及はいたしませんけれども、いずれにしてもですね、科学技術が今後の日本の繁栄と安全に対して、極めて重要な要素であるというのはずっと先般来申し上げている通りであります。その中においては、日本の今の全体の資源をですね、どの程度この分野に投入していくかと、私たちはさらに投入を拡大すべきだという考え方を持っておりますが、これは政府内全体の中においてですね、判断されていくことだと思います。どうぞ。読売新聞の伊藤です。鈴木寛さん、大臣補佐官に選任されたということなんですけれども、選ばれた理由と今後期待されることについてお聞かせください。
鈴木補佐官はですね、在任中鈴木氏の果たした役割を総合的に判断して、引き続き文科省の重要施策について補佐をお願いをしているところでございますが、主にですね、鈴木氏に担当いただく施策分野としては、引き続き高大接続大学入試選抜改革、それからですね、学習指導要領の抜本的見直しへの対応、また OECD と共同しての新しい教育モデルの開発等ですね、引き続きお願いをしていきたいということでございます。どうぞ。先日、政府改革本部の仕事チームは、オリパラの会場見直しについて提案をいただいて、その後、関連の IFMF から反発の声も上がっていまして、大臣のご所見を現時点、どう思われているかと思いますか。都政改革本部の提案につきましてですね、IOC や国内外の競技団体から、さまざまな意見があることは承知をしております。今般の中間報告はですね、小池知事に判断材料を提供するための提言という位置づけであると承知をしておりますので、今後小池知事がですね、その IOC を含め、また国内外競技団体の意見を聞きながらですね、大会の成功に向けてご判断をされるものと考えております。はい、共同通信に伝わっています。高速路開発会議の日程が7日間で決まったということですが、会議のメンバーに入っていると思いますので、会議への意気込みや日程などをお願いします。会議のですね、具体的検討内容や日程感につきましては、これは施行する経産大臣の方でを中心に検討しているということでございますが、先般の原子力関係閣僚会議においてですね、年内に一定の方向を、高速路開発の問題、また文殊の、あの時の方向性においては廃炉を含めた抜本的な見直しということですが、このこともですね、開発方針と合わせて検討するということでありますから、そのスケジュール感をもとにですね、この高速路開発会議の中で議題とされていくんだろうと、そこに文科大臣として参加をするということでございます。本庁が発足して支援が出ましたが、大臣のですね、これまでの ご評価とですね、これから具体的なところを教えていただきます。まず、皆さんご承知の通りですね、今まで、競技スポーツ分野に関しては文部科学省、障害者スポーツの振興に関しては厚生労働省という管轄下に行われたものが、昨年スポーツ省のもとに統一的に行われるという形になりました。私もですね、先般パラリンピックのメダリストの皆さんが文科省ご訪問をいただきましたけれども、障害者スポーツの参加の皆さん方は、特にですね、パラリンピアン級の皆さんは自分たちはアスリートだという認識を非常に強くお持ちであります。そういった意味においてですね、スポーツ庁の中に統一して、両部門に関してですね、施策を進めることにおいては、こういったパラリンピアンのですね、練習環境の整備等にも一元的に取り組んでいけるのかなと考えておりますし、合わせてスポーツ庁はこのオリンピック・パラリンピック等の国際大会レベルと同時にですね、一般の皆さんがいかに健康長寿社会を目指すという中において、スポーツに親しんでいただけるかということも重要なテーマでありますから、そういった施策も鈴木長官の下で着実に進行していただけると考えております。よしです。